どうもこんにちは、こんばんは、青ゲームです。ということで今回もですね、ドラクエビルダーズ続きやっていきたいなと思います。ということでですね、まあ鍵を取ってですね、メルキド、あれだね、メルキドグリーブだっけ、これでだから落下してもまあダメージがないということで、まあまあ探索とかやりやすいなって感じですかね。でもってなんだっけな、でまあこれ一回教えてあげたらいいのかな。アオさんありがとうございます。歌声の秘密探ってきてくれたんですね。その歌を歌うって言ってたアルミナさんにご助手をしていた発明家さんですか。ラライさんって歌が上手なんですね。きっととても心が綺麗な人なんだと思います。ところでアオさんさん、何ですか。いつもアルミナさんと一緒ですけど、アルミナさんのことよく知っているんですか。何その言い方、なんかあの人のこと本当に知ってるんですかみたいな、なんか嫉妬の塊みたいな。実は私幼馴染のコルトから変な噂を聞いたんです。あの勘違い男で有名なコルトさんですね。なんでもアルミナさんが昔人を殺したことがあるって、これなんだろうね、どういうことなんだ。多分もう殺したことはもうここまで来ると、まあ、間違いはないよな。アルミナさんはいつも一緒に温泉に入ってくれるし、いい人のことは知っています。でも自分のことはほとんど話してくれないし、どこか影があるような気がして、私アルミナさんが大好きです。これがただの噂だといいんです。噂じゃないね、多分。だからまあ俺の読みだと、あのウギャ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 みたいになってたじゃん。あのとてもあのなんか正常なやつが書いたわけじゃないみたいなノートこうし書いてあったじゃん。だから頭おかしくなったんじゃない、だから多分そうでしょ。そうじゃないとないよね。さんでもって誰だ、びっくりマーク、お前か、はい、ガロンか。ナオさん、あ、どうやら姉子は、なるほどね、ラライの目の解読に手間取ってるらしいぜ。やっぱりもう専門家じゃない姉子が最強の武器を開発するなんて、とてもてんてんてん。ナオさん、シェリルから聞いたぜって、お前死んじまったラライの姿が見えるのかい。だとしたらお前に頼みて、ラライの野郎に最強の兵器のことを直接聞いてみてくれねえか。え、でもあれだよね、ラライって別に、違うのか、あそこのなんだっけ、魔物の拠点のとこあったじゃん、あそこに行けばいつでもいいのか。素直に惜しく話すとは思えねえが、俺は一つ考えがあるんだ。なんだ、ラライが先祖から代々受けてきた銀の盾ごとってもんがあるらしい。銀の盾ごと、魔物の歌は魔物に奪われてぶっ壊れてたらしくてなって、あいつは生前ずっとそのことを嘆いていた。そこでその盾ごと探し出してラライの野郎に渡してほしいんだ。噂じゃ壊れた盾ごとは、ガライアの表現のどこかに隠れてるらしい。どこかにどこかにって言われても、盾ごとを見つけたら修理して姉子からの贈り物として奴に渡してくれ。まあ、どうしてわざわざ嘘をついた猫から贈り物ってことにするのかだと。そうだ、なんでだろう、それは俺の小細工さ。そういえばラライの野郎もきっと喜ぶ。あいつのねじくれた心も少しは元に。ねじくれた、これだから最後の方やっぱ頭おかしくなってたんじゃない。だから疑心暗鬼になったとか。小さな氷山だらけっての話、小さな氷山、そのあたりよく探すといいんじゃないか。ちょっとヒントがなさすぎんだけど、いいか、とまずは緑の扉の先にあるのか。分かった、じゃあ緑の扉、分かった、どこの扉か分からないかったらちょっと困るじゃん。なるほどね、そいつもでラライのところに行ってくれだって。盾ごとの修理にはこれを使いの姉子が大事そうに持ってたもんだ。なんだ、あ、思い出の弦だって。これあれじゃん、なんでお前が持ってんだなんで大事に持ってたものをお前が持ってんだよ。さあ行きましょう、行くか。ちょ待って、持ち物で種ってどっかあったっけ。種全部食べたっけ。なんかあった時のために種が欲しいっちゃ欲しいんだよね。あ、魔法の大砲取り出しとこうか。あ、魔法、これか。あとなんかあるかな、なんかアイテムとかなんかないかな。ピストンとかこれぐらいか。釣り竿いらないね。じゃあこのまま行くか。いや、わからん、違うんだ、あそこちょっと敵強いからさ、これついてきてくれんのかな。言ったらたくさんの強力な魔物が住んでおる。噂では4体の巨大な魔物があり、倒せば魔物が作った家具が手に入るか。そうだね、あったね、何個かね。溶岩魔人とは関係ないが、お主が行くなら共に挑んでみたいものだと。そんな話だったのか。どうだ、アボさん、わしの、あ、そう、オッケー。はい、仲間来た。お前はどうだ、アオさん、
私でやれそうか。いいか、まずは、オッケーオッケーオッケー。ってことは、今回ガロンは来ないってことか。またまた、やばい。お前、一人風呂入ってるやつがいるぞ。わかった、渡してくるね。最終兵器を作るヒントが手に入れるはずだ。オッケーです。アオさん、ちょっとここだけの話なんですが、僕はこのガロンとギラの音声で一つと話してるのを聞いてしまったんです。それと、なんでもアルミノさんが昔人を殺したとか。聞き間違いも知れないんですが、内容が内容が少し気になってしまって。すぐ聞いたこと話すんじゃないよ、コルト君。お前らもの筋肉バカ、そんなこと話してんじゃねえ、この、これ。恐れはそうと筋肉の方に個室を作ってあげました。あ、なんか言ってたね。オッケーです。やります、やります。それもまた。もう一個、姉子は連れてはいけにゃいんだよね。これ可愛いよね。見て、この、この、ジューってほんと作ってるの。めちゃめちゃ可愛くない?アルメダ、アルメダさんは今回は来てもらえないのでしょうか。作業と、言えやしないけど。なんとかしなきゃならない。アオさん、もう少し待ってておくれ。オッケー。私に信じてる姉子と姉子、あんたと姉子がすごい兵器ができるって。なんだろうね。これ何ができるのね。できんのかね、大詰めねって。私の言うからいつでも手を貸すわよって、おいで。オッケー、行こう。何があるかわからんからね。何があるかね。おい、二人か。あ、強いからね。あ、しまった、直すの忘れた。直すの忘れた。まあ、いや、行こう。どこだ?あの、クエスチョンマーク出てくれたらいいんだけど。あー、出てた、出てた。こっちか、どっちから回る、どっちから行く、こっち。でもなんかそこにあっちさ、門あったじゃん、もう。あれなんだろうね。武器も光の通信、あそこなんだろうね。後ろから、待って、やめて、やめて。ここなんか敵出てきたよね、結局ね。出てきたよね。あ、出てきた、待って。ここは通さんっつってるね。また、いいこと考えた、待って、ちょっと待って。待って。もう門ごと壊してやろうぜ。門ごと壊してやろうぜ。持ってきてよかった。オッケーオッケーオッケー。門ごと壊してやろうぜ、門ごと。これイオナズンの効果ありますからね。あれ、また。大砲ねえや、大砲ねえ。で、こっちも。もう問答無用で。そう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 、大砲で。よし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 、やめて、ちょっともうね、回復薬があんまりないからあんま使いたくないの。オープンね、オープンね。オッケー、でこっち行って、待って、オッケー。もう門ごと壊してある。あ、なんかいる、ドン。あー、動くから、待ってくれ。あぶな、寝ちった。どこだ、どっから来てる、どっから来てる、前か、え、どっから眠らされた。寝方も可愛い、可愛いけど、どっから、ちょっと起こしてくれ、ちょっと起こしてくれ。オッケー、なるわ。すっごいな。オッケー、当たんないじゃん。まあいいや、行こう。ね、どこだ。オッケー、もう威力やばいだろ。おい、えぐれてんだが、えぐれてるんだけど、これなんだ、これなんだったっけ。あ、こ取ったことあんのか。こっちか、待って待ってくれ、待ってくれ。もううるさいな。あ、今クリティカル入ったね。で、どこだ、クエストあっちだ、右か。ちょっと待って、なんか左になんかあるね。これなんだ、小麦か。ここでパンができんのか。あれ、小麦ってこんなんだったっけ。甘きび、アイスクリームを、アイスクリームだって。 HP が50回復、やった。これ待って、アイスクリームって出てた、クッキーをひらめいた。 HP が10回復する。オッケーオッケー、これた乙女ケーキを満、やった。これでちょっと待った、これでなんか作れんじゃない、作れるよね。あ、これめちゃめちゃ必要だ、これ残していこう。ダメだ、いるいる、これめちゃめちゃいる、回復だ。待って、甘、砂糖キビみたいな、こう、キビってこれ砂糖キビみたいなもんでしょ。これ赤いのなんだこれ。あ、これか、ほい、ちょっと待って、ほい、やった。た、食べ物が、多分これで食べ物が困らなくなるのかな。もう食べ物が、この世界ほんと食べ物だけ、いや、まあ、うち食べ物がほんとにきついんだわ。これだけか、まあいいや。
こっち行くか。あ、なんだ、なんかブロック、レゴブロックみたいなのがあるんだけど、レゴ、なんかレボ、なんか寝てるぞ。待って、置いていけない、置いていけない、これ置いてったらダメなのか。レゴブロックみたいのがある、レゴブロックみたいのがある。あ、壊れる、壊れるよ。あー、なんかこれんー、あんま良くねえな。あ、なんかある。あ、宝箱あった、宝箱あった。あ、待った待った、ごめん、宝箱ごと、あれ、宝箱ごと取っちゃった。待って、どこ行った、どこ行った。あれ、宝箱の中身がない。なんだ、なんだった、命の木の実か、命の木の実だった、入れ替え、命の木の実だった。やべ、箱ごと取っちゃった。待った待った、待って、待って、オッケー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 、待って、オッケー、また、もう一人どこ行った、もう一人どこ行った。マイローズ起こしてくれ、ほんとあいつ鬱陶しくない。あ、まだ寝てんじゃん、お、死んでんのかお前。思った、びっくりしたわ。待って、これ、ごめん。こいつ、うっとうしいな、ほんと。一番うっとうしくない、こいつ。やめて。やべ、頑張れ、頑張れ。頑張るんだ。倒して、頑張りなさい。よし、オッケー。うっとうしいわ、こいつ。よし、オッケー、よし。ザコが。これ、なんだろう。うーわ、ギガンテスいる。うわあ、これ倒せってことじゃん。クエストか、クエストなのかな。もう何もないね、あそこだけか。さあ来た、やばい、クエストだ。待って、よし、オッケー。いや、ちょっと離れて、結構飛距離あったから、よし、オッケー。倒すしかない、オッケーオッケーオッケー、取ったね取ったね、よし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 、オッケーオッケーオッケー、ちょっと離れたところから行こう、2発入るから、そうすると頑張れ頑張れ頑張れ、よしオッケー、よし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 、でこれで多分飛んでくるでしょ、オッケー、うわ大丈夫大丈夫、オッケー、よし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 、やめて、あーやばい、死んでしもた、死んでしもたやないか。また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 、こっち来る来る来る、よしオッケー、よしよし、また失敗した、オッケーオッケーオッケー、よしよしオッケーオッケー、大丈夫、キラーマシンとか来ないから、オッケー、前回はキラーマシンとかいっぱい来たじゃん、よーしよしよし、任せろ、もう大丈夫、あんま離れるとなんかもっと戻ってきてる気がするんだけど、オッケー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 、ナイス、オッケー、いいよ、ちょっとね、このお二人がね、あの、オッケー、よーし、終わってない、待って待って待って、あ、やばい、もうが、いけ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 、ゴーゴーゴー、倒れた、なんだなんだ、ん、なんだ、なんかなんか手に入れられなかった、竜王軍の旗、スコア300、なんだ竜王軍の旗って、これか、あ、違う、え、なんだこれ、下、うん、この下埋まってんのかな、え、わかんねえ、なんだこれ、埋まってるってこと、やばい、出てこれなくなった、出れねえ、やばい、これ危ない、やばい、うわ、やばい、やばい、やばい、ちょっと待って、ちょっと待って、出れなくなった、やばい、こういう技、罠もあるのか、オッケー、やばい、危ない危ない危ない、ちょっとなんだ、何やってんの、やばい、出れなくなっちゃった、こんな、こんな罠が
あるなんて。出れない。よし、オッケー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 、危ない。よし、危ない危ない、危ない。これなんなの、ここ、危ない。なんだこれ、ちょっと待って、入れ替えで危な、危なかったぜ。もう分かった、よし、これ危ないんで、危ないんで、ここ掘れってこと。これなんだろう、これ邪魔、筋肉、筋肉が邪魔だ。わからんわからん、なに、何があるの、ここに。ここなんだよね、あれなのかな、なんか氷山がなんもないよね。あ、なんかいっぱいあるな、そういえば。あ、でも違うよね、ここ、ここだもんね、でもここだよね、でも何もなかったよね。もう入ったら終わり、地獄だわ。でも一番最初の宝箱あったよね。なんもない、ま、食べ物、待って、わからん、いっぱい。でもオッケー、お腹いっぱいだと、やっぱいるな、あそこに。夜が明けてきたよね、少しね、邪魔になるから。オッケー、なんもないよね。一応見るか、一応見て、で、向かったらもう一回あそこ掘るか。なんもない、え、なんもねえぞ全然なんもないぞ、これ。え、クエストマーク、やっぱここなるんだよね。あ、なんかある、あ、宝箱だ、あ、宝箱ある。人間の盾ごと、あ、持ち出し禁止、待った、あ、なんか待った、なんだこれ、ちょ、近くでわからん、ちょ、待って、ちょ、待ってちょ、待って、ちょ、待ってくれ、もう小さくてわからん、待って、ちょ、待って、読むじゃない、開く、何書いてる。さあ、来た、壊れた銀の盾ごと見つけたわかりづらくないか、これ。ちょ、待って、銀の盾ごとをひらめいた、どうしたらいいんだこれ。ちょっと待って、ちょっと待って、でもって、なんかこっち、なんかある、なんか、あれ、なんかある、あれ、ちょ、待って、おい、全部見ようよね、なんかある可能性があるよね、まだね。竜ゴームの旗ってなんだろうね、あれね。よいしょ、オッケー、なんもないか。で、真ん中、ここは見てないのか。あれ、さっきの分かりづらくねあれ、待って、分かったよね。違う、来ないわ。これなんだ、ここ先どこに行ったら、直せって言ってたよね、直さんでいいのかな。あ、切り株がある。あ、待った、ちょっと待って、作れない。なんか穴発見、穴がある、取っていくか、一応穴がある。おお、あれ、今回取ったっけ、これなんだっけ。あー、銀だ、やっぱ今回銀ってと初めてなのか。ほい、はい、どうも。まあでもね、光の剣とか、うわー、いっぱいあるね、ここ。お、金もある、金初めてだよね。いや、あぶね、2個取ってた。金って初めてだよね。あー、初めて、うわー、いっぱいある、なんだここ。あ、いっぱいある、うわ、すげえ、いっぱい、めちゃくちゃある、めちゃくちゃあるよ、ここ。よしよしよし、うーわ、いっぱいある、気持ち悪いぐらいいっぱいある気持ち悪いぐらいいっぱいあるんだけど、取っていこう。これはなんか使うってことかな。オッケー、よし、行くよ。はい、プロリンパよ、オッケー、うわ、いっぱいある、ほい、よし、オッケーオッケーオッケー、ちょ、こっちも取っていこう。
これなんかあれに使うんだよね確かね。なんだっけ魔法のインゴットだっけ使うんだよね確かね。よいしょ、すげえいいとこあった。だから金ってまだ使ってないからなんかに使うのかな。いっぱいあったね。おい、オッケー、よし行こう。よしオッケー。硬いなここの石。わーいっ、わーいっぱいある。なんでこんなとこいっぱいあるんだろう。おい、オッケー。うわ壊れ、やべ金槌壊れちった金槌壊れちった。よしまた来よう。やばいやばい、ここのやばいやばい、危ない危ない危ない、ちょっと待って剣が壊れるわ剣が壊れるわ、剣が壊れるわ、この子だったら。待って、なんだろう次どこ行けってこと。なんだクエストマークがついてるからこっちに行けってこと。あ、なんかある。あ、なんかいる。うわ、また君かい。僕ふと思うことがある。人間というのはなぜ強情なのだろうか。もっと素直に生きることができたら悲しい思いを辛い思いもせずに済むのに。こんな思いを音に込めて表現できたら気分も晴れるかもしれ。なるほど、ここに持ってこいってことなのか。少女の眠りを妨げてしまうか。待った、待って、これ作れないの。だから作れねえや。一回じゃあ戻るのか。戻ります、はい、戻ります。なんであそこに作れるようになってんだろうね、じゃあねいや思わない、いや思わない。だったらなぜあそこに切り株を置いたしみたいな。どこだ、こっちか。新しいやつ多分こっちでしょ。あ、マシーンは、ま、あ、木の建てことあるじゃん。これ何使うの。なるほどね、それで銀なのね。使うからあそこに取ってってくださいよっていう、あの開発の人のあれなのか。なるほどね、だっておかしいじゃん、なんかプッてすぐなんかあれって分かりやすいところに銀がいきなり。あ、なるほどね、作った、これで終わり。また行けってことか、さっきのとこ行けってこと。なんだ失敗した、一回戻ってくればよかったねほんと。なるほどね、こっちってことね。であれを渡せばいいのか。で持ってこっち、こっち行かないもうね、こっち行くか、あのイオナズの大砲でぶちのめしていくか、どっちかどっちかだよね、どっちかでいいんじゃない。こっちの方はい、やめて、オッケー。魔人の金槌使わなきゃダメだね、やばい、オッケー。あ、近い近い、これね食べ物これで作れるんだよね。これでもうジャンプしても死なないあ、忘れてた、さっきの、まあまあさっき結構大砲で倒したか、結局は結局大砲で倒したもんね。いや指輪あったじゃん、指輪をさ、あれそのまま死ななかったんだよね。ほらめ、あのなんか力の指輪とメルギードグ、うわっぶね、びっくりした、メルギードグリーブだっけ、あれをか戦う時はちょっとあれだね、変えた方がいいかもしれないね。攻撃多分5ぐらいしかあのつけても力変わらないんだろうけど、多分ダメージだと2か3ぐらい変わってくるんだよね確かね、変わってくるから3で持ってで、これ渡せばいいのかな。花が、いや何見てるかっていうと、これ花ねえかなと思って、そう回復薬作りたいんだよね。でもケーキみたいなのがちょっと回復するって書いてあったから、あれちょっと楽しみだよね。どれぐらい、これでちょっとあの食料な、食料じゃないな、回復なんだよな、食料はできたんだよね。ここでちょっと待った、渡すのか使うのか、どこ行った、縦こと、これか、はい、んこれか、はい、うん、これは話す、また君か、これは僕の家に代々使う銀の縦こと、君はどうしてこれを、なんだって、これはアメルダからの贈り物だって、これを渡す代わりに魔王を倒す発明のことを教えてもらいたいと。それは嘘だね、バレテーラバレテーラ、アルメダはこんなことはしない、彼女は物で人を動かそうとはしない女性だからね。知ってるんだね、しかし壊れてはずの建物を直すなんて君は何者なんだい。そうか、君がビルダーなのか、
だから僕の姿も見えるというなんかちょっと違うような気がするんだけど。ビルダーだから見えてるのこれ。物を作る力を持つ伝説のビルダーか。君の力があれば僕も発明も完成できたかもしれないね。青さん、伝説のビルダーよ。僕は君が羨ましい。そうだよね。なんかこう研究しながらこうね、死んでっちゃったんでしょ、要は。ルビスによって最初から失われていたものを作る力与えられていた いただんて。僕が命をかけて考えたものも君なら簡単に作り出せるんだろう。さあこれを作って弱きものを描くんだな。ね、それでも君とアルメダが求めているものを得られるはずさ。なんだ、ブルーブロック。あ、これどこだっけ。これの一個前のところ の町だったっけ。はめ込んだらなんか変なクエストあったよね。この世界はあらゆる可能性を満ちている。例えば僕らが見ている、僕たちが見ている時間も多くの可能性を作り上げた一つの形でしかない。同じものをしても君がいる世界もあればいない世界もある。世界というのは時々選択によっていくつにも分かれて広がっていくものなのさ。僕だけが今の世界も見ている景色もとある一つの選択を生んだ世界だからね。ああなるほどね、そういうことね。なんだっけ、世界半分やるかなんかでこれもらうって言ったんだっけ。これ君に重要な選択が迫られる時が来たら君が一体どんな選択を選ぶのか楽しみにしているよ。待った、僕の歌を聴いてくれた少女に一つ伝えてくれないか。少しの間だけ縦言を弾かせてほしいって。自分の気持ちに素直になれるように点点点。もしかしてこれか。めちゃめちゃ生きてるやないかこれ。さあ行こう。さあ戻ろう。待てこれで OK なのかな。使います。さあブルーブロックです。どっかに置くんじゃないかでしょ。ブルーブロックってそういう使い方してたよね。ブルーブロックはそんな使い方の前に姉さん、姉子、どこ行った、姉子どこ行った。ほら上行ってるでしょちゃんと。ほらこいつらね、見て、ほら何しに行ってるのかちょっと分かんないんだけど、これ見て、ほらもう超かわいくね、もう超いいよね。座んのかな。あ、座った。ほらちょっとかわいくないか。これめちゃめちゃかわいいでしょこれ。かわいいでしょこれ。作ってよかった。ビルダーズこれが面白いよね。おわおさん、ララリアのとこに行ってきてくれたんだなって。そうか、やっぱりバレちまったか。あの建物が姉貴からの贈り物じゃねって。さすがララリアだぜ。腹立つ子に姉貴の子の性格をよく知ってるな。どういう意味かだと？てんてんてん、お前もうすうす感づいていたんだろ。姉子とられ恋人同士だったって。あ、そうなんだ、恋人同士だと思わなかった。なんか好きなのかななんて思ったけど、このクソ暑いマイラに生まれた姉子とクソ寒いクソいるのか。それクソいらねえだろ。ガイアに生まれたララ、生まれた場所だけじゃねえ、姉子とララは性格だって真逆だった。でもよ、姉子とララは不思議と惹かれ合ったんだ。竜宮を倒すために二人は発明を続けた。見てるこっちが筋肉がほてるほどイチャイチャと。なんでだろうね。そんな日が続いたある夜のことだった。姉子ララリを殺した確定きた。何があったか俺には分からねえ。姉子だっていいやしね。だけど俺は何も聞かねえ。だって俺は姉子し、いやそれはちょっと待って、ちょっとガロン、ちょっと考えて。いや殺したのはまずくないか。殺してんのはまずいだろ。それはまずくないか。そこは聞けよ。それは発明を続けるために避けられてた姉子の過去の傷。いや傷じゃないだろ。傷で済む問題じゃないの。殺してんだから。とにかく苦労かけたな青さん。後のことは姉子と直接話してみてくれ。焼きイカ2個。何なんだそれ。あ、作ってたのかな。俺のために頑張れて作ってきてくれたのかな。さあということで無事ですね。今回縦ごとがですか。あ、待った、これだ。これなんだろう。これ、あ、このままが、待って、ユーオームで旗だぜ。どこに置くか。待って、あ、いいこと思いついた。どうここ。逆だ、逆にしよう。待てちょっと寝かせよう。いやなんかあの駅の旗にしようかなと思ったけど、こちら竜王郡駅前みたいな、なんか駅の旗にしようかなって思ったんだけど、ちょ待ってね、ちょ向きが違った。これあれじゃない。ちょっと姉子ちょっと待ってよし、 OK、こっちか、向きが違うか。オッケー。これだからあれじゃない？こうやって置いてくる。よっしゃー、人間目の家を
家を、あ、いいじゃないわ、町を破壊してやるぜってバーって来るじゃん。あの旗見て、おお、俺らの基地かいみたいな。で、帰っていくってない。ない。ない。戦闘を回避できるとかいう特典ないのか、俺。かっこよくない？でもちょっとかっこいいね、これね。当たってよかった。よかった。ちょうど駅のホームみたいな感じで、ちょっとよくない？さあ、ということで、今回はこの辺で終わりたいなと思います。ということで、よろしければチャンネル登録、そして高評価の方もお願いしますね。それでは皆さん、バイバイ！